おお、高木。あ、お前この間ミンティアくれたんか。よし、これ。ありがとうな。あ、いや、いいよいいよ、100円やんか、そんな。え？優しいかな。うわ、結構な無茶ぶりされとるわ。すいません、清水さん。ちょっと酔っ払いすぎですよ、ほんまに。いや、その無茶ぶりしたったらかわいそうですやんか。いや、それもう弱い者いじめですよ、一方的は。こっちからな。え？佐藤から振ったの？なんで？ほんでやったの？ほんで面白かったんや。見たかった。結構余ったよな。持って帰るか？いや、そのお客さんに出したやつわかんで。裏に出してないやつが結構あんのよ。それ持って帰る？あ、ほんま？田村さん、裏にまだあの出してないやつ結構ありましたよね。あ、全部出しちゃいましたっけ？食べたん？え？一人で？結構量ありましたよね。なんで無理して食べたん？香り、4択のお客さんオーダー取りに行ける？なんで？あ、彼氏おらへんやったら行ったらええやん。ほな、断ったらええやん。すみません、うちの従業員をご飯に誘うのを控えていただいてもいいでしょうか。まあ、そういうルールはないんですけども、それもちょっとやめていただきたくて。彼女なんですよ。僕の彼女なんですよ。逆効果かな。勝てないです、勝てないです、勝てないですよ。もう、僕のこと好きすぎて、もう会うたびに涙流して、おへつとかすごいんですよ。高道様、あ、様で呼んできますからね。なんなら、部屋に僕の写真飾って毎日拝んでますよ。やめときましょう。よかったな。佐藤、そこに落ちてるゴミ拾ってくれへん。お前気づかんか、そんな大きいゴミ落ちてて。おい佐藤、福田さん見てみ。ああやってな、落ちてるゴミをしゃがんで拾ってくれたりするわけよ。お前少しは見習ってよ、ほんまに。福田さん、ありがとうな。落ちてるゴミ拾ってくれてたやん。屈伸してた。あ、でもその、体が疲れてきたっていうのを敏感に感じて屈伸するところ、いいよね。なんか俺も屈伸したなってきたわ。あ、途中で屈伸休憩入れようか。な、みんなで屈伸休憩すんねん。いいやん。屈伸屈伸。それええやんか。福田さん。ナイスアイデアやん。はい、大丈夫か。はい、キッチンも大丈夫か。あと1時間や。頑張ろう。お客さんも大変あるからな。気持ち上げて。お、いいね、いいね。はい。いいよ。はい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 、どんなに花。お、歌えよ。急に一人にすんなよ。恥ずかしいやんけ。はいよ。え、知らんで。ああ、それはちょっと見つけなあかんな。どこで落としたんよ。ああ、みんな福田さんの指輪知らん。ああ、シャネルやっけ。島村。ああ、先月一回しか履いてなかったもんな。あ、二回やっけ。みんなにミンティアくれくれ言われてんねんな。ほんで毎回あげるってあいつやっぱ優しいよな。いつも高い方。ちょっとコンビニ行ってくるわ。動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録も皆さんしていただいてありがとうございます。まだしてなかった？してそれはしてください。お願いします。